ユニクロ U のやりすむことオーバーサイズ T シャツ、色がいっぱいありすぎて何買ったらいいかわかんないよと思って皆さん、どうもこんにちは、じゅんです。今回はですね、ユニクロ U やりすむことオーバーサイズ T シャツ最強の色ランキングトップ11やっていきたいと思います。僕はですね、こちら11色のやりすむことオーバーサイズ T シャツ持っておりますので、もうこの中でちょっとランキングつけて、これコーディネートしやすいし、どなたにでも合いやすいよということで、ランキング形式で発表していきたいなと思っております。ゆっくり見ててください。しかも今回ですね、この11色の T シャツに4色のパンツ、つまり 11×4 で44コーデ皆さんにお見せしますんで、気に入ったねコーディネートというか気に入った色が必ず見つかるかなと思います。ぜひね、参考にしていただければ幸いでございます。やっぱりさ、ユニクロといえばエアリズムだとかヒートテックやんか、多分ね、日本中の皆さんが知ってるかなと思うんだよね。ユニクロがそのファッション的にどうかは知らんくても、冬はヒートテック、夏はエアリズムね、皆さん着てると思うよ。下着はユニクロのものを着てる方多いと思うんですよね。で、その最強のエアリズム、そしてフランスパリのクリストフ・ルメールさんといえば色の魔術師、この魔術師とエアリズムが合体したのが、これユニクロ U のエアリズムことオーバーサイズ T シャツなわけなんですね。色も超絶妙なから、そしてこのエアリズムコットンということで最高の着心地。日本の夏ってさ、ムシムシ湿度高くてめちゃくちゃね、暑苦しいかなと思うんだけども、これさらっとした着心地によって夏も快適に過ごすことができる。ファッション的にも機能的にも超優れてるわけよね。しかもオーバーサイズメンズシルエットだし、最高やないかー。で、この紙 T シャツ、名作 T シャツ、まあ大バズりしまして、色の展開がとにかく多いわけなんですね。その色の中から、どれを買うべきなのか、そして僕のおすすめは一体何なのかということで参りましょう。最強の色ランキング第11位は、こちら、ネイビーカラーでございまーすね。この辺の色とかは、どんどんね、廃盤と言いますか、なくなってってんのかなと。なくなっていく色もあれば、また新しく登場した色もあるわけなんだけども。これね、コーディネートね、ぶっちゃけあんましにくいかなって思うんだよね。実際の着画見ていただきましょう。まず黒色と合わせると間違いなくかっこいいよね。ダークめのトーンだから、黒のパンツとめっちゃ相性いい。続きまして、ダークブラウンと合わせるとこのような感じ。ちょっとこう、JW アンダーソンっぽい感じだよね。JW アンダーソンこういうコーディやりがちかなと思うんですけど、でさらに白パンツと合わせるとこんな感じ。まあ、このパキッとした感じいいよね。白との相性もまあ間違いはないかなと。でさらにカーキ系のパンツと合わせるとこんな感じ。まあ、これもいいよね。緑とブルーっていう合わせ間違いないかなと思うんですけども、個人的にね、あんま僕は好きじゃないっすね。なんかあんま着ようっていう気にならないんだよ。最強の色ランキング第10位は、こちら、ブラウンカラーでございまーす。まあ、ブラウン、茶色なんだけれども、ちょっと難しい茶色かなーって思ってて、なんかベージュ寄りの色なんだけれども、なんかね、なんか絶妙にこれは微妙なんだよね。例えば、黒と合わせると、このような感じ。まあ、間違いないんやけれども、アウターでこの色とかだったらいいんだけど、なんか、インナーに使うの微妙臭いんだよね。で、さらにダークブラウンと合わせるとこのような感じ。ちょっとなんか地味な色になっちゃうのかな。若者向けではないような感じするんだよね。いいと思うんだけど。で、さらに白パンツと合わせるとこのような感じ。まあ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 、間違いないけど、って感じ。で、さらに個人的に好きな緑と茶色の合わせですね。これもね、別にいいんだけれども、っていう。なんか個人的にしっくり来ないブラウンなんすよね。まあいいんだけど、上品なブラウンでいいと思うんだけれども、何色って言うんやろうな。カレーパンマンみたいな。最強の色ランキング第9位は、こちらピンクカラーでございます。なんか珍しいよね、ユニクロさんこんなピンク売ってるんやみたいな。ちょっとね、可愛らしいピンクっちゃ可愛らしいピンクかな。一番合いそうなのがやっぱこのダークブラウンとの合わせかな。同系色のコーディネートってめっちゃいい。やっぱピンクって茶色とめちゃくちゃ相性いいよね。で、さらに黒のパンツと合わせるとこのような感じ。まあ、これもいいよね。まあ、パキッとした感じ。ちょっとね、男性向けではないのかな。これユニセックスっていうか女性の方の方が似合いそうだな、みたいな感じ。さらに緑のパンツと合わせるとこんな感じ。ちょっと可愛らしいような色味になっちゃうかな。なんか年々ね、ピンクのカラーもアップデートされてて、これ去年のピンク色なんだけども、ちょっと可愛いピンクに見えちゃうなと。で、さらに白のパンツと合わせるとこのような感じ。これトーンが近いから
いよね。明るめのピンクだから白のパンツとトーンが近くて、これ相性抜群やなーって感じ。まあ、ただちょっと人を選びそうっちゃ選びそうなんかなー。最強の色ランキング第8位はこちら、パープルカラーでございまーす。これ結構ね、個人的に好きな色なんだよね。ダークめのパープルで、かつなんかこうボルドーっぽいようなカラーで、なんか意外と好きなんよね。黒色のパンツと合わせるとこのような感じ、渋いよね。渋かっこいい。ちょっと肌の色にはあんま合ってないかもしれないけど。で、さらにダークブラウンと合わせると、色味が近くてめっちゃかっこいいくないこれ。なんかいいよね。で、さらに緑色のパンツと合わせるとこのような感じ、緑と茶色の相性めっちゃいいから、これはこれでなんかありだなぁ、みたいなね。で、さらに白のパンツと合わせるとこのような感じでございます。ちょっと焼き芋っぽい色っちゃ色なんだけれども、割とね、最近好きな色でございます。最強の色ランキング第7位は、こちら、ダークグリーンでございまーす。これはまあ結構間違いないかなと。この辺から結構おすすめできる色になってくるんですけど、まず黒のパンツと合わせると、こちら。めちゃくちゃかっこいいやないか。結構ダークめのトーンだから、黒系のパンツとも相性いいよね。で、さらに茶色のパンツと合わせるとこんな感じ。めっちゃかっこいいくないこれ。なんかさ、茶色と緑って相性いいのよ。これすごい渋くかっこいいんだよね。で、さらに緑のパンツと合わせてもいいよね。同系色のコーディネート。で、さらに白のパンツと合わせるとこんな感じ。なんかね、高見えする色だよな。高級感ある。この辺絶妙にいいよね。さすがルメール様って感じ。最強の色ランキング第6位は、こちら、ライトグレーでございまーす。これ珍しいよね。グレーなんだけど、ちょっとこう、ベージュ入ったような、アース味があるような、そういう色なんよね。緑のパンツと合わせると、このような感じ。ええやん。なんか全然ええやん。で、さらに、黒のパンツと合わせると、こんな感じ。なんか渋いね。ちょっとこう、なんだろう、渋いんだよね。これも結構大人っぽい印象なのかな。ちょっと地味っちゃ地味。で、さらに、ダークブラウンと合わせると、このような感じ。これもまあまあ、間違いない。なと、面白みはあんまないかもしれんけど、なんかね、繊細な色なんだよな。で、さらに白のパンツと合わせるとこないな感じ。これもまあ間違いない。めっちゃ好きってわけじゃないんだけど、なんか間違いないよね君っていう、そういうやつ。そして最強の色ランキング第5位はこちら、ダークグレーでございまーす。はい、好き大好きってことで、やっぱね、ユニクロ U のダークグレーはめっちゃ押せる。これめちゃくちゃかっこいいくな。色合わせ見ていきましょう。まず、ブラックとのコーディネート。超かっこいいんだよね。超かっこいいんだよね、これダークグレー。さらに、茶色のパンツと合わせると、こんな感じ。激渋なんだけど、激渋なんだけど。で、さらに、緑のパンツと合わせると、こんな感じ。超かっこいい。え、どの色とも合うやん。無敵やん、このダークグレーっていうね。で、さらに白のパンツと合わせると、こんな感じ。かっこよすぎだろう。かっこよすぎなんだよね。いつも言ってんだけど、白、黒、グレーはマジで最強なんよね。もう最初からはどんな他人でもコーディネートしやすいということで、迷ったらこのダークグレーチェックしてみて。最強の色ランキング第4位は、こちら、ボーダーの白でございまーす。これ最近出てきたやつですね。白色カラーなんだけど、よく見ると、ボーダーになってる。ピッチがめっちゃ細かいボーダーになってる。だから、引きで見ると、グレーカラーなんだよね。まず、ダークブラウンと合わせると、こんな感じ。超かっこよくない？もう完成しちゃってるやん、コーディネート。で、さらに、黒のパンツと合わせるとこんな感じ。もうマジ間違いない、マジマンジ。ブラックとこのグレーの合わせ最強、グラデーションって感じ。で、さらに緑のパンツと合わせるとこんな感じ。え、これも超かっこいい、最高。で、さらに白のパンツと合わせるとこんな感じ。え、これも最高、色味近い感じやん。ライトグレーだから白のパンツとも相性ぴったりやんということで、マジ無敵なんよ。木の木目模様、木グレーって感じで超いいんだよな。最強の色ランキング第3位はこちら、パープルでございまーす。このパープルめっちゃ好きだよね。なんかグレー寄りのパープル、なんかこのグレーに近いんだけど、ちょっとこう薄いパープルが入ってて、
絶妙なんよ。一番個人的に好きな合わせはこの黒とこの薄いパープルの合わせね。めっちゃかっこいい。灰原さんやんっていうね。名探偵コナンに出てくる灰原さん、こういうコーディネートしがちなんよね。あとね、黒の組織のジンもね、こういう色合わせするかな。で、さらにダークブラウンと合わせるとこのような感じで、やっぱね、かっこいいよね。茶色とこうパープル系めちゃくちゃ相性いいんだよな。で、さらに緑のパンツと合わせてもかっこいい。マジで無敵なんだよね。何色でも合うやん、このパープルみたいな。で、さらに白のパンツとも相性抜群。なんか合わない色なくねみたいな言うぐらいめっちゃいいよ。男性が着ても全然恥ずかしくないし、女性が着てもめっちゃ可愛いし、最高の色。ただ、こちらの色に関してはもうね、在庫処分にかかってて、オンラインだとほぼね、ない状況なので、見つけれたらラッキーって感じ。最強の色ランキング、第2位は、こちら、ブラックカラーでございます。まあ、間違いないよね。黒めっちゃかっこいいよね。ということで、まず、黒に黒。はい、かっこいい。なんか、モードっぽい感じでかっこいい。高見え高級感半端なーい。で、さらに、ダークブラウンにブラック。超かっこいい。大人めな感じするー。で、さらに、緑のパンツにブラック。やっぱかっこいい。いきなり大人めな感じになる。緑がカジュアルだから、そのブラックと合わせると、いきなりね、こう、中和されてかっこよくなんの。で、さらに、白のパンツと合わせると、かっこいい。白黒のコーディネート、かっこいい、最高。まあ、ぶっちゃけね、これ優勝候補で、1位にするかなって悩んだんだけど、まあね、今回は2位にしておきました。最強の色ランキング、第1位は、こちら、白色でございまーす。まあね、もうそうなっちゃうよね。顔も映えやすいし、明るくなりやすいし、どなたにでも合わせられる。まず、黒と合わせると、こんな感じ。白黒のコーディネート、爽やかでええやん。ほいでさ、全然カジュアルにならないよね。大人っぽいよね。さらに、ダークブラウンとの合わせもめっちゃかっこいいやん。なんか、ブラウンが引き立つやん。さらに、カジュアルな緑色と合わせても、いいよね。爽やかやん。黒のアウターとかも持ってきてやってもいいし、最高だよな。で、さらに白のパンツとの合わせもすごくかっこいい。統一感ある。腰の位置が分かりにくくなる。腰がどこにあるのか分からないっていう感じになるよね。ってことで今回の優勝白だったんだけれども、他の色もめっちゃいいし、やっぱ人によってはさ、合う合わんがもちろんあるんで、ぜひね、店頭に行って、ユニクロの店舗行って試着するとか鏡で合わせるのがおすすめでございます。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。ボーイ。 Yeah.